なかなか今あの開始してる幼虫ばっかりなんで、掘り出し禁止交換とか今ちょっとないんでですね、まあネタがないというところでしょうかね。はい、で、今やろうとしてるのが、撮影台ですね。あのよくTwitter とかですね、YouTube とかでもそうなんですけども、まあ、クワガタを台の上に乗せて写真を撮ってこうね、アップしたりとかいうふうにしてるんですけど、まあ、それの台を、ちょっと作ろうかなというふうに思ってます。これはあの奈良クワさんで、販売してます、撮影台ですね。奈良クワっていうのと奈良輪っていうのがあるんですけど、これ奈良輪奈良クワっていうのもあるんですよね。はい、まあ、こういう撮影台を作ろうかなと。まあ、これが前に作った撮影台です。これはあのセリアで買ってきた、シートをですね、こう木にこう貼っつけただけなんですけども、これね、多分見たことあると思うんですけど、まあ、こんな感じの上にこうクワガタを乗せて、写真を撮るっていうやつですね。で今回はこれ、まあ、こんな感じで、ダイソーで売ってたやつをこう切って、半分に切って、これ残ったやつですね。はい、これに、シートを貼りたいなと思います。これはセリアで買ったやつですね。木目に木目なんですけど、まあこの木目はどうしてもこう、なんていうんですかね、安っちい木の木目なんで、もうちょっとですね、光沢のある、シートを貼って、ちょっと見栄えを良くしようかなというふうに、思いました。はい、これですね。はい、まあ作り方は至って簡単ですね。こんな感じで、角を合わせていただいて、カットするっていうだけなんですけどね。はい、こんな感じで合わせて、あとは印をつけて、後ろに、ね、よいしょ。どうなんですかね。はい、あとはハサミでチョキ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 と切ってですね、よし、まあこんな感じですね。ちょっと柄のいいところを選ばせていただきました。あとはこれをこう貼るだけです。なんだこんな簡単なやつを動画にするのかよっていう、でまあそんなレベルの話なんですけども、まあでその辺はご勘弁を。ちょっと曲がってるな。ちょっと曲がるな。向きが逆な。あ、向きが逆でしたね。面を取った。これぴったりですね。はい、ぴったりですね。はい、まあこんな感じで、ね、木目の裏側もなんかこう別のものを貼るとですね、いいかもしれないですね。はい、まあこんな感じで、はい、これが去年使ったおやつですね、親虫です。川西7951、東北の虎様の、DG84 ですね、7951系です。系っていうのは7951の親虫と、奈良輪をかけた、からの、これは子供になりますね。はい、84.9mm ですね。これ。ね、ちょっと顎がですね、こう先端がピッとこう内側に入り込んでるような感じの、顎ですね。はい、こんな感じです。かっこいいですよ、これね。はい、はい、
ですね、今起こしてる感じです。冷凍からね。はい、少し顎が少しちょっと、開きがちょっと半ピレというか、比例してないかな。少し若干ですね。これ今年使った親虫で、これからですね、40g の40アップの幼虫が2頭今、出てます。はい、でこれの同服はですね、結構あちこちに、売ってますね。はい、プレゼント企画とかでも、結構出してますね。はい、ね、結構太いかな。うん、はい、はい、で次は、これはね、去年孵化した、今年使う親虫なんですよね。今年ちょっと使えるかどうかちょっとまだ分からないんですけど、これは 85.1 ですね。こっちの方が、綺麗ですよね。長いですね。これが、こっちが849。顎の形がちょっと違います。はい、ね、こんな感じで。開くと分かるかな。これ閉じてるんですね。開け。開く、開く。で、85mm は、8254系っていうやつですね。はい、まあ森田 GC85 っていうやつですね。簡単に言うとですね、それの、豆腐のトロさんが、類似した、調子 G 血統との、と合わせた調子 G 血統のオスと、8254のメスですかね。これはそうです。脾臓個体ですね。GG85 の脾臓個体になってますね。はい、すごく綺麗です。はい、これは一応今年使おうというふうに思ってる、個体ですね。親に似た感じですね。スラッとした感じの、なんか長さが。手に出そうな感じの、答えですね。はい、はい、はい、以上、これですね、撮影台の、動画なんですけどね。はい、はい、では最後に、8254系のオスで、さようなら。